あ、もしもし、田中さん、今日は仕事に来ませんか？どうしましたか？今日は熱があるので仕事に行けません。すみません。ああ、わかりました。大丈夫ですよ。でも、今度仕事を休むときは連絡することです。いいですか？はい、わかりました。ありがとうございます。こんにちは、琴の夏美です。仕事を休むときは連絡することです。今日の文法は、ことだ。これは少し強いアドバイスや注意をするときに使います。目上の人から目下の人に使うことが多いです。仕事を休むときは連絡してくださいと注意します。連絡することですとなります。もう一つ例を見てみましょう。皆さん最近運動していますか？健康のためには運動することです。運動した方がいいですよという少し強いアドバイスですね。作り方は Verb Dictionary Form プラスことだ。連絡すること、運動することとなります。ないフォームプラスことだでネガティブにすることもできます。例えば、ここは危ないので入らないこと、気をつけてください。入らないプラスことで、入らないでという注意になりますね。今日のビデオはここまでです。ありがとうございました。また次のビデオで会いましょう。さよなら。Thanks for watching. Please remember to subscribe and turn on notifications.